はい、よーい、はい。10月下旬、愛知県常滑市の焼き物散歩道を舞台とする2021年1月公開のショートムービー映像の制作が始まりました。監督は常滑出身の柴山健二監督。最近では2018年に岩田貴則と杉咲花ダブル主演のパーフェクトワールド君といる奇跡を制作、また国際映画祭で賞を受賞するなど若手有望監督です。映画とかドラマ撮るなら歴史がある方がいいんですよね。昔の風景残ってるって残ってますけど、本当はもっとあったわけじゃないですか。その当時の方がなんかもっと魅力的だったかもしれないなと思うとちょっと寂しいみたいな、まあ、だけどかといってじゃあ自分がずっと常滑に興味があったかっていうと、ずっと離れてなんかある意味忘れて過ごしてたので、なんか何ですか、連れ戻されたっていうか、そう、ああそういえばこうだったなみたいな感じです。愛知県常滑市、名古屋市の南に位置し、中部国際空港があることから空の玄関口としても広く知られています。常滑市にはおよそ1000年の歴史ある常滑焼があり、中世から現在まで生産されている6つの伝統的な窯、六古窯の一つとなっています。常滑焼の象徴ともいえる場所が焼き物散歩道。昭和初期に栄え、現在もレンガ造りの煙突や窯、工場などの趣ある風景を見ることができます。今なお多くの作家や職人が住み活動をしていて、観光地としても多くの人が訪れています。今回撮影の中心となる焼き物散歩道、映像テーマはアニメ映画泣きたい私は猫をかぶるから派生したショートムービー。仕事に疲れた一人の若い女性がある時アニメ映画泣きたい私は猫をかぶるを見て、ふと足を運んだ街が泣き猫の舞台となった常滑でした。彼女が泣き猫の聖地常滑の街を歩いていると、不思議な出会いやノスタルジックな常滑の街に癒されていくというストーリー。泣き猫の世界観が散りばめられているところも見どころの一つです。はい、今回出演しているのが上田みやびさん、大分出身の若手女優です。彼女に常滑の印象を聞いてみました。空気が綺麗です。空気がとにかく綺麗で、雰囲気が温かいです。泣き猫の世界観で欠かせないのが清風の逃亡。この場所は時間が止まったような静かな空気が流れていて、泣き猫を知らない人でもここに来ればどこか懐かしさを感じる空間でもあります。この日は柴山監督のご両親も撮影風景を見に来ていました。初めては子供のね仕事風景を仕事ぶりをね見たんだけど、まあ、見せてもらえてありがたいよね。いや、そうだね。それにこういう機会が来ると思わなかった。今回の撮影は2日間に及びました。常滑焼や焼き物散歩道の風景がぎゅっと詰まった映像になっているほか、見終わった後元気がもらえるようなストーリーに仕上がっています。ふるさとである常滑を撮影するのは初めてという柴山健二監督。実は泣き猫の監督柴山智隆監督は実のお兄さんなんです。初めてですよ、めったにないってこんなこと起こらないんで。だってやっぱ生まれ育ったところで兄がアニメの作品を作ってで終わるじゃないですか。もうそれだけでも奇跡なのに、それにじゃあ僕が
実写で参加するなんていうのは、うん、まあ、言ってもらわないとできないことなんで、うん、なんかすごい話が来たなっていうのはあ、よかったです。常滑出身の映画監督、柴山健二監督制作の常滑ショートムービーは2021年1月ウェブなどで公開予定。詳しくは常滑観光協会のホームページでご確認ください。それでは大夏です。これを持ってますか。ありがとうございました。